MLB ピッチクロック導入で NPB も対応必至。2024にやれんと無能オブ無能。マジで24年とか25年言いそうで怖い。12球団の球場に設置必要な施策やし NPB じゃ導入できない。だとしたら数年棒に振って終わりやな。マイナーではめちゃくちゃ好評でメジャーも同じことなんのぶかりきってんのに。ピッチクロクックネって何人もランナーいないと15秒以内に投げろ。それに伴って捕手もバッターも早く入れ、牽制も規制、違反したら不利なコールするで。 NPB こそ導入しないとあかん。マジでこんなに短縮できたんか。マイナーでの実験結果、ピッチクロックあり、平均 15.9 安打 5.11 得点、ピッチクロックなし、平均 16.1 安打 5.13 得点。別にチンタラ投げてもキビキビ投げても成績変わらんという事実。なんで甲子園はテキパキできてプロはできんねん。イニング間詰めると CM 入れられなくなるから。ピッチクロック賛成派、オーナー、 MLB 機構、テレビ局、スポンサー反対派、選手会、代理人、こんな感じなんよな。仕事早く終わるのに反対するってマジ。ご視聴ありがとうございました。他の動画もぜひよろしくお願いします。